今日はこちらの光るダブルスライダーカードを作ります。プルタブを引くとサイドパネルが伸びてハートの星座が光ります。こちらの台とスタンプを使いました。黄色のチビトロニクス、銅箔テープ、3ボルトのコイン電池を使います。インクはこちらを使います。こちらの紙とプラスチックシート、OPP シートを切ったものを使います。パーツを準備します。ポケットピースを2枚、1枚はノッチの台でカットします。パネルピースを2枚、ポケットピースとヒルサイドボーダーズの台でカットしたパーツを1枚、パネルピースとヒルサイドボーダーズの台でカットしたパーツを2枚、3インチ ×4.25 インチのカードストックを1枚、赤のプルタブパーツを2枚、プラスチックシートをトラックピースでカットしたものを1枚、 OPP シートを幅 2.5 インチに切ったものを1枚、ハートの裏に貼るトレーシングペーパー1枚、 0.5 インチ角のスイッチパーツ3枚、2インチ ×4.25 インチの薄めの白い紙1枚、白のカードストックにクマとツリーのスタンプをメメントで押します。コピックで色を塗ります。
塗り終わったらコーディネート台でカットします。ポケットパーツにボーダーのパーツとクマのパーツをバランスを見ながら配置します。ハートの星座のスタンプをバーサマークで押します。白のエンボスパウダーでヒートエンボスします。両側のパネルピースにも同じように星座やセンチメントのスタンプを押して白のエンボスパウダーでヒートエンボスします。ポケットピースののり代部分を折っておきます。リストレスオキサイドのブロークンチャイナとソルティーオーシャンを使ってインクブレンディングツールで色をつけていきます。ポケットピースとパネルピースに他のパーツやクマ、ツリーのパーツを貼り付けていきます。
ハートの星座の光らせたい部分に穴を開けます。もう一枚のポケットピースも、のりしろの部分を折っておきます。二枚のポケットピースを重ねて、光らせたい部分に印をつけます。ポケットピースにトラックピースを重ねて、輪郭をなぞります。トラックピースの左側のラインから2分の1インチのところに線を引きます。ポケットピースの縫い代のラインから2分の1インチのところから4分の1インチ間隔で3本の線を引きます。ポケットピースの左端から4分の1インチと4分の3インチのところに線を引きます。ポケットピースとパネルピースの左端を合わせて、右端の部分にラインを引きます。今引いたラインから8分の1インチのところに線を引きます。今引いたラインと右端から4分の1インチのところのラインの間に幅1ミリのスリットを作ります。天地の位置に印をつけます。チビトロニクスの位置にも印をつけます。鉛筆で回路を書き込んでいきます。マイナス側の回路はスリットを横切るようにします。電池の部分をカッターでくり抜きます。回路を書いた紙と 3×4.25 インチの紙を重ねて電池の部分に印をつけます。ポケットピースののりしろに両面テープを貼り、2枚のポケットピースを貼り合わせます。
鉛筆で書いた回路の上に銅箔テープを貼っていきます。電池のところまで来たら、銅箔テープを1インチほど残してカットします。スイッチパーツを作ります。 0.5 インチ角のスイッチパーツを半分に折り、スリットに差し込みます。スイッチパーツを左端に寄せて、台紙側に貼ってある銅箔テープと同じ位置になるように、スイッチパーツの上にも銅箔テープを貼り、銅箔テープをくるっと一周スイッチパーツの周りに貼り付けます。スイッチパーツを一旦スリットから抜き、表と裏に両面テープを貼り付けます。スイッチパーツを一旦スリットに戻し、裏側に 0.5 インチ角のもう1枚のパーツを貼り付けます。バックパネルの電池の位置に強力な両面テープを貼り付けます。バックパネルの周囲に厚さ1ミリ程度のフォームテープを貼り付けます。
バックパネルをポケットピースの裏側に貼り付けます。電池を貼り付けていきます。両面テープの剥離紙を剥がし、マイナス側の銅箔テープを両面テープの上に貼り、少し折り返してカットします。その上に電池をプラスを上にして貼り付けます。電池の上からプラス側の銅箔テープを貼ってカットします。印の部分に黄色のチビトロニクスを貼り付けます。先ほど開けた穴の部分にチビトロニクスの光る部分が来るように位置を調整します。チビトロニクスの上からも銅箔テープを貼って補強します。スライダーの仕掛けを作ります。 OPP シートの端に2分の1インチ幅の両面テープを貼り付けます。OPP シートをトラックピースに巻き付けて両面テープで貼り合わせます。この時にあまりきつすぎないように多少余裕を持たせて貼り合わせます。余分の OPP シートはカットしておきます。トラックピースの上下の端に両面テープを貼り付けます。
2×4.25 インチの紙をポケットピースの内側に置き、光らせる部分に印をつけます。この紙はパネルピースを動かした時に電池やチビトロニクスが引っかかるのを防ぐためのものです。印の部分に先ほどよりも一回り大きな穴を開けます。今の紙をポケットピースの内側に貼り付けます。ハートの星座の裏側の部分にトレーシングペーパーを二重にして貼り付けます。スライダーパーツを組み立てます。左側のパネルピースの右端に幅 0.5 インチの両面テープを貼ります。右側のパネルピースは裏返して右端の部分に同じように両面テープを貼ります。スイッチパーツをスリットの左端に寄せ、スライダーに貼ってある両面テープも左端に寄せた状態で配置します。その状態で左側のパネルピースを差し込んで位置を確認します。スイッチパーツに貼ってある両面テープの剥離紙を剥がし、位置を確認しながら左側のパネルピースを貼り付けます。パネルピースの左端をポケットピースの左端に合わせ、スライダーに貼ってある両面テープを右端に戻します。トラックピースに貼ってある両面テープの剥離紙を剥がし、トラックピースをポケットピースに貼り付けます。パネルピースの両面テープの剥離紙を剥がし、パネルピースをスライダーに貼り付けます。トラックピースの上側もポケットピースに貼り付けます。パネルピースを引くとハートが光ります。右側のパネルピースを貼り付けます。ポケットピースの下側ののりしろの部分にも両面テープを貼ります。2枚のポケットピースを貼り合わせます。プルタブを半分に折って貼り付けます。
完成しました。プルタブを引くとサイドパネルが伸びてハートの星座が光ります。光るダブルスライダーカードの作り方、分かりましたでしょうか。中に回路が入る分若干きつめになりますので、調整しながら作ってみてください。